東三条殿の後、藤原選手居住地、京都市中京区を思考時通り、鎌座西北角、藤原選手長宝三年ウルー12月22日は、第64代天皇、遠遊天皇の女王、一条天皇の母、陰謀は東三条院。摂政官白、大城大臣、藤原金家の次女で、母は、摂津主、藤原仲正の娘時姫。 戦後して石灰に在職した、道高、道金、道長、また、霊勢天皇尿後長子は、道母の兄弟。天元元年8月に受代し、同年11月4日に尿後の戦時を被る。同3年十4日下に除せられる。この年の6月1日に、喧嘩の東三条邸において第一、王子海人親王を生む。ところが、天皇の一を生みながら、 関白、藤原頼忠の女、下川氏に、記載の座を奪われたことで、父喧嘩と共に天皇を恨んで離帝の東三条帝に、こもり、たびたびの召喚にも応じなかった。また、純子立光の際、下川子の兄弟、藤原金藤は東三条帝の前で自慢げに、この女子はいつか公には立ちたも恨むと言ったため、金家、戦士親子の恨みを買ったという。しかし、 所政の一条天皇が即位すると形成は一変し、官羅2年7月5日に皇太后に削立される。省略2年2月、遠友法王が崩御したが、戦士は同年9月16日に出家して、皇太后偶職を止めて、陰号宣言を受け、居宅の東三条邸にちなんで、東三条院を称した。これがオンライン号の講師である。一条朝にあって、 国母として強い発言権を持ち、しばしば政治に介入したため、藤原さねすけの日記、正きには、国母戦場時と非難された。また、四歳年下の弟、道長を可愛がって、兄道高、堂々剣没後の失勢者に、彼を押して、追い、これ地下を圧迫し、ついに兄一家を没落に追い込んだのは著名な話で、ある。また、 一条天皇にすでに帝子が記載にいたにも、かかわらず、道長の娘の秋子を受胎させようと図ったり、その時代に付き添わせるために事前に母親である、源の智子を、呪子以上から呪三民に昇格させている。その反面、厚い信仰心を持ち、新女道、自徳寺を建立した。また出脚した、源の孔明の末娘、秋子を引き取って、道長に死はせたと言われ、 一条皇后帝子が南山で、崩御した際も、残された第二王女美しない王を養育した。長宝三年うるう十二月、陰別島の藤原皇勢の屋敷にて崩御し、宇治小畑の藤原一族の墓所のうち、宇治領に葬られた。なお、大鏡及び映画物語には、葬儀の際に、道長が遺骨を奉仕する場面が描かれているがこれは、創作であり、 史実において骨を放置したのは、戦士の老いの金とかである。ありがとうございます。